姑の介護をして今年で大体6年になるんだけど、介護するまでは本当に嫌な姑でもなかったし、旦那の兄弟も別に嫌な人たちじゃなかったんだけど、ちょうど2年前に姑が家の中で転倒しているのを、お昼を持って行った私が発見してからおかしくなってきた。それまでは老人性うつと脊柱管狭窄症の通院と、3度の食事と日に1回お散歩と、洗濯物と掃除を姑宅に通ってするだけで、近距離別居だったんだけど、姑が骨折してから私が同居しなかったからこんなことになったんだというようなことを言われ、チクチク責められるようになってしまった。それまで旦那からも姑からも旦那兄弟からも何か言われたことはなかった。その後入院中に院内で転倒し骨折を繰り返してしまい、2年近く病院から出れなくなってしまった。今月に入りリハビリの期限があと2ヶ月半後に切れるので、退院後のことを考えて早く返事をしてほしいと言われてしまった。正直目の届いた病院ですら勝手に起き出して骨折してしまう姑と、同居して介護できる自信がない。それに2年近く責められ続けて、旦那兄弟のことが今ではものすごく嫌い。旦那は施設でもいいと言ってくれるけど、旦那兄弟からは姑がかわいそうと言われている。このままだと同居になりそう。もしそうなったら旦那のこともきっと嫌いになると思う。同居になったら離婚を切り出そうかとも思うんだけど、私にも親がいるのにこんなことを考えている私は勝手なんだろうか。子供はもう独立しているので私が心配するようなことはもうないと思う。離婚したら実家に帰って両親の面倒を見てあげたい。姑が調子を崩してからというもの実家に帰ったのは数えるほど。両親はまだ元気だからと言ってくれるけど、このまま何もできずに両親の方が姑より先に行ったりしたらきっと後悔すると思う。勝手なことを言ってると思うけど、どうしても不公平に感じてしまって姑との同居だけは嫌だ。旦那兄弟にとっては、あなたを介護要員にしておくのが一番ありがたいわけで。だけどあなたの人生なのだから、奴隷のまま終わると晩年に後悔するんじゃないかね。実子たちにやってもらうよ。主張した方がいいと思うよ。みな怒り狂うだろうけれど、跳ねのける強さを持って。ありがとう。もう一度よく話し合ってみます。旦那兄弟からは姑がかわいそうと言われている。ならてめえらが面倒見ろって話だ。姑の今後の身の振り方を旦那と話し合いました。当初施設もやむなしということで話し合っていたのですが、やはり義理兄弟からは相当な反対を受けていたらしく、できれば自宅でという話になぜかなってしまい、こちらに書いた通り姑を自宅で介護する自信がないことを言いましたら、私の両親に同じことができないなら、姑の介護をしないということに受け取られてしまい、そんなに姑や義理兄弟のことが嫌なら出て行けと言われ追い出されてしまいました。子供たちには姑の介護のことで旦那とも家を追い出されてしまったので、とりあえず実家に帰ると連絡しました。子供たちは元から姑や旦那兄弟が私に色々なことを押し付けていると思っていたそうで、きちんと旦那と話し合ってダメだったら別れた方がいいと言われました。もし大変だったら自分たちのうちのどちらかに来ても構わないし、実家に帰っても、今住んでいる近所で一人で住んでも、援助はすると言ってくれましたが、とりあえず実家に帰ることにしました。実家に帰るまでにも何度か話し合いを持ちましたが、私が義理家族を嫌って自分がするべきことをしようとしない、終始このようなことを旦那と義理兄弟から言われ続け、反省というか、するべきことをできないなら実家から帰ってくるなと言われ今に至ります。両親は帰ってきたいならそれでもいいが、私がいないと姑と旦那が困るのではないかと心配しています。帰ってくるならきちんと夫婦で納得のいく形で帰ってきなさいと言われていますが、姑を自宅介護する以外に旦那の納得のいく形にはならないので困っています。旦那の納得のいく形では私の納得がいかないので、子供たちの言うように別れることになりそうです。子供たちに言わせると、私が今までいろんなことを結婚したらこんなもんだろうでやってきたのが原因なので、
今回はきちんとけじめをつけた方がいいと釘を刺されてしまいました。まだもう少し時間はかかると思いますが、今回は自分が納得できるように頑張ろうと決めました。長々と書いてしまいましたが、とりあえず今はこんな感じになってます。旦那と義理兄弟にとってはあなたが姑さんを全面的に面倒見てくれるのが何よりなんだから。もともと利害関係は正反対。ずっと身近で見てきたお子さんたちの目が正確だと思う。ご実家も受け入れてくださるご様子だし、戻っていいんじゃないかな。あなたの人生は一回きりなので、旦那関係の言いなりに奴隷をすることないよ。姑さんが亡くなって、あなたに利用価値がなくなったら追い出しそうな勢いだしね。その通りだと思います。こちらでコンビニの仕事も見つけたので、もう実家に帰ってこようと思います。あなたが離婚していなくなったら、旦那たちはさっさと姑さんを施設に放り込むと思う。自分たちは一切苦労せずに、ええ格好だけしたい虫のいい人間たちだから。もしあなたが残って面倒を見るなら、あなたは実子たちのフォローに徹すると宣言し、実子たちの介護カレンダーを作らせる。足りない部分に、じゃあここやりますと。全部やらせる気満々なのは絶対に受けちゃダメ。そうなんだよ。いるから押し付けるんだよ。勝手な話だよ。旦那の親の介護義務があるのは旦那とその兄弟だけ。旦那と義理兄弟はあなたに介護を押し付けたいから必死ね。追い出せば反省して帰ってくるって舐められてる。あなたたちのことを一番近くで見ていたのは子供たちだから。子供たちがそう言うのなら姑のことなんて気にせず離婚すればいいと思う。その後のことを書きます。私が反省して、義母と同居して介護する気になるまで帰ってくるなと言われたので、実家の近くのコンビニでパートを始めて、のんびり実家両親と一緒に生活をしていました。義母の退院までに私が帰ると考えていた旦那と旦那身内。介護施設等の予約や介護計画などを全く立てていなくて大変なことになったようで、私のところにすぐに帰ってこいと連絡がありました。私は現在実家に住んでいて子供たちの協力で離婚調停をしたのですが、旦那が離婚調停に出てこず、夫婦関係の改善をする意思がないとのことで、調停不調であっという間に調停が終わり、裁判にかけたのですが、その際も旦那が出廷せずに離婚が決まりました。ですので現在は赤の他人ということで帰っていません。昨日私がパートから帰ると実家に元旦那と旦那兄弟と義母がいました。私に帰ってきてほしいそうです。私はもう縁は切れているので帰りませんと言ったのですが、今まで世話になってきて義母がこんな風になった途端離婚ということを世間が許すのか？と怒鳴られ、私が何か言おうとすると被せるように自分たちの主張をする旦那家の人たちを見て、私の両親もようやく私の離婚が当然のことだと思ってくれたようで、私の父親が帰らないと警察を呼ぶし、今後訪ねてくるのもお断りだと言ってくれました。最初はおとなしかった私の両親が激怒しているのを見て、旦那が皆を促し帰りました。旦那が最後に、本当に帰ってこないのか？というので、私は調停で話し合いをしたかったけど、あなたは私の言い分を聞くつもりがないことがよくわかったので、もうやっていけないと思ったのでもう帰りません。と言ったら、泣きながら玄関で膝をついて、頼むから帰ってきてくれないか？というので、早く帰った方がいいよと家から追い出しました。よほど精神的に来たのか、今日は熱が出てパートを休んでしまいました。子供にも旦那からの SOS があったようですが、親父たちでやってくれ絶対に帰らないと言ったようです。その後連絡はないと言っていました。まあ早々に施設に入れて終わりだと思います。私の30年近い結婚生活がこんなつまらない終わり方というのも寂しいですが、これからは子供たちに迷惑をかけないように自分の両親と仲良くやっていきます。ありがとうございました。まさか調停どころか裁判にも来ないとは、現代日本人とは思えん元旦那だったのね。姑さんバカな子供ばかりでかわいそうだけど、自業自得だわね。おつでした。ご両親とお子さんがまともなようでよかった。
長く一緒にいてもいつ何がどうなるかなんてわからないものですね。当事者としては割り切れない気持ちもありましょうが、他人としてあえて無責任な言い方をすれば、適切な対応をし平穏な生活に踏み出したと見受けられる状況ですので、胸を張って生きていってほしいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。